京都府道38号京都広川原網山線は、京都府京都市下京区から道府南丹市宮間町安、がかりに至る、主要地方道に指定された府道である。京都市の中心部で、交通量の多い堀川五条交差点を起点に、北へ、堀川通、鴨街道、倉間街道などを通り、上鴨や安場を経て、 花瀬峠や佐々里峠を越えて山村集落を抱える南端市宮町区を終点とする。京都市の最北端に近い広川原や花瀬などの京都市左京区の北部山間地域から花瀬峠を越えて京都市街地までを結ぶ唯一のバス路線として京阪出町柳駅との間で京都バス花瀬線が運行されており、安馬を経由して静止。 一原まで本路線に沿って運行されている。また、広川原には、京都府唯一のスキー場である京都、広川原スキー場があり、京都市と南丹市との境界線が通過する、佐々里峠一帯には陶器閉鎖区間を有する。二の、瀬トンネル、倉間川高校を右に旧道が分岐している倉間の、集落を抜ける、倉間街道花生峠を越えた付近の国道七十七号。 重複区間花生峠トンネル早期実現を訴える看板瀬京区広川原では、桂川源流に佳橋三山の茅やき集落を経由している本路線は、道路法第7条の規定に基づいた京都府の一般不動として1959年に京都府が初めて認定した282路線のうちの一つである、三山広川原京都線の大部分を前進としている。 同法第56条の規定に基づき、1964年の第2次主要地方道指定時に建設省が主要地方道に指定したのを受け、京都府が京都広川ら宮間線として認定した。1993年に京都市佐京区倉間本町の桃井別れで、接続していた主要地方道43号案場所を伊豆支線を呼び、 東区花生大布施町で接続していた主要地方道39号台、布施系北線とともに、両交点の区間が国道477号に昇格して現在に至る。京都市北区上鴨から同市左京区倉間にかけて、バイパス道路の建設による道路改良工事が完了、または計画中であり、市原バイパス及び2の瀬バイパスが共用中で、 西原バイパスと2の瀬バイパスとの間に野中バイパス、京都市左京区倉間本町地内では、倉間バイパスがそれぞれ計画中である。また、佐々里峠を中心に9トルの区間は、12月の降雪開始から翌年4月頃まで、全面的に通行禁止となる。起点は、上下6車線でありながら著しい渋滞が発生する、精霊指定都市、京都市の中心部にあるが、 京都市北部郊外を抜け、花聖峠以北は2016年に制定された京都丹波高原国定公園の指定地となっている。沿線には、分水嶺である佐々里峠を挟んで淀川及び浦川の源流域を通過しており、伝統的建造物群保存地区に選定されている、かやぶきの里、北村など、自然や山村地域の文化に富んでいる。 路線認定された1967年当時は、京都市及び北桑田郡宮間町を通過する路線であったが、平成の大合併により宮間町は南端市の一部になった。ありがとうございます。